止まってて、もうちょっと待ってね。はい、失礼します。ごめんね、やだやだ、入って話した。見たくないと怖いから見たくない。まつぶっててね。ごめんなさい。ごめんなさい。見たい。当選勝者は100の2分で、はい、お腹と陰部と、はい、全身と。いや。百でいい。はい、百でいい。百水は3平均、少ない時で20で、多い時で30、ちょっと30結構飲んでますね。分析がいいんだよね。うんちの数がいいです。うんちは少ない時で280、少ない時でいいんだ、多いと300超えてるんで。あ、本当は300でもないぐらい、多くないで良いぐらい。だから10分じゃあるぐらい。もう7回使って、電気はまあ80から100ぐらいあります。あ、ありますあります。今日、寄生虫予防の薬を使ってるから、それと後で、そっか。今日はたまに鍵しないけど、だから、奥歯ですよね、多分。まあ、チモチ食べて摩耗するわけなんだけど、そうやってカチカチしてそれでも摩耗させる人もいますので、まあそれはいいかなと思います。でなんかうんちの色がね、まあ、若干こうやってさ薄めだからさ、まあ、これが今興奮して薄いだけなり、要はあんまり薄いっていうことは、はいはい、肝機能、まあ、なかなか肝機能検査できないんだけど、うん、肝機能が落ちて肝汁の出が悪くなってきたりすると薄くなる可能性があるし、まあ、そこにあったのは、ね、まあ、もうちょっと色かかったんですけどね。はい、じゃあちょっと出してもらって、はい、ごめんね、出すよ、ごめんね、ごめんね。お、すごいおじいさん、期待したね。やっぱり 今はちょっと色薄い、そこで今、そうですね、もうちょっと茶色に近い感じ、黒っぽい茶色が、黒っぽい茶色、そうそうそう、それが正常みたいな、ね、はい、目視できてます。それから毛球症のね、これは好きなのね、あなた、はい、食べて、このメグメンは好きなんだよ、これ、はい、ウェットブラシでブラシ、はい、あれは1日 1g。 あ、そうですそうです、あのご飯と混ぜて、はい、あの粉を入れてその中に薬混ぜて、あ、じゃあ 1g を半分に振り返って 0.5g を2回してですね、うん、そう、あれもみんながみんな好きじゃないけど好きな子多いですね、うん、で、ここにあの粉薬を混ぜてあげると舐めてます、はい、うん、舐めてます、うん、はい、じゃあそのカゴを出してください、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、危ない、ここに入るのすごい、やばい、ここだと家入るのが分かってるんですね。
十、十個。十個です。まあこの中でまあするのはちょっと数えないですよね。はい、じゃあ牛乳と酸素ね。はい、牛乳は1分で酸素は10分以上で。はい。はい、でまた2週間分ですね、お薬ね。はい。わかりました。まあ一般状態とあと陰部ね、臭いとかなんか出てたらちょっと相談してください。怒らないで、怒らないで。はい、じゃあちょっとお時間ください。